はい、おはようございます。シドニーの庄司です。寝起きで失礼します。告白すると、僕って寝起きが超苦手なんですよ。今朝なんて午前中キャンセルが続いたんで、もう起きる理由がなくなってしまったんですね。だから7時に目覚ましかけてはいたんですけれども、携帯にあのスヌーズ機能ってあるじゃないですか。スヌーズ連発して二度寝を連発してしまって、結局起きたら9時だったんですよ。もう寒い朝は特にこんな感じで、ベッドから抜け出すだけで一苦労なんですよね。またワンコたちがね、あったかくって柔らかくっていい匂いなんですよ。これは眠気を誘うわけですよ。僕はまだ人生の勝者って呼ばれるには程遠いけど、少年時代に理想としていた生活、夢見ていた生活を実践できてはいるので、成功の尻尾は見えてきたかなと思っています。そんなところなんで、時間もあることだし、その方法をみんなにシェアしていこうかなと思ってます。今日のテーマを題して、怠け者&才能なしが勝ち上がっていくにはです。その簡単な方法を3つお伝えします。その1、近い将来にワクワクするイベントを入れるです。これはもうパワフルですよ。だって人間、ワクワクがあるから生きていけるんだし、ワクワクがあるから動けるんですよ。僕個人的なことで言えば、5月、今月ですね、日本セミナーがあります。みんなと会うのが超楽しみなんですよ。もうみんなの成長を見たいし、みんなを幸せにさせていただくのが超好きなんですよ。6月、バリ訪問。僕は8ヶ月ぶりですね。もう久しぶりのバリなんで、もうバリ超好きなんですよ。かつそこに僕らがメンターと仰いでいる、あのバリの大富豪兄貴と言われる方がいます。もう超大好きな人物なんですけれども、その兄貴に僕の嫁さんが妊娠しましたよっていうことを報告するのが超楽しみなんですよ。7月またしても日本セミナープラス東京オフ会やりましょう。イエーイ。今度100人規模でやりますんでね、大きくやりますんでね、みんな来てくださいね。もう皆さんと交流するのを心待ちにしてるんですよ。僕ちゃんと生きてますからね。これ CG じゃないですからね。シドニーでセラピストやってますからね。でプラスそのイベントって、東日本大震災チャリティーということで、利益が出たら全部チャリティーします。日本のために全て寄付します。日本に貢献できるっていうことが僕また嬉しいんですよ。8月引っ越し。イエーイ。もう待ちに待った新居への引っ越しが待ってるんですよ。庭、海、暖炉、広い家、うひょー、超楽しみ。興奮が止まらん。9月、日本セミナーの卒業式です。もうついてきてくれた皆さんに愛と感謝がもう炸裂しそうなんですね。みんなもとにかく豊かに幸せにしてあげたくってたまらんのですよ。濃厚な時間が今からもう本当に楽しみなんです。10月、ベビーちゃん誕生。うおー、僕らの愛の結晶がついにこの世に生まれちゃいます。僕らの人生に何をもたらしてくれるかっていうと、喜びだとか笑顔だとか幸福だとか、もうそういうの溢れるのは間違いないですからね。楽しみといった感じで、もう将来ワクワクするイベントを無理やりにでも入れるんですよ。そうでないと人間怠け者だから、動くのが億劫になるじゃないですか。少なくとも僕はいつまでも寝てしまうし、いつまでも YouTube 見てまうんでね。多くの人はワクワクすることがないから、死んだ魚の目をしてしまうんですよ。生き生きしたかったらワクワクするイベントを近い将来に入れること、もうこれ間違いなし。人間生きている意味は人生を楽しむため。人生を楽しむにはワクワクするイベントを入れて自分を一枚かませること。間違ってもね、見る側だけに回ってダメなんですよ。見る側って観客でしょ。そうじゃなくって、やる側でスポーンプレイヤーに回るんですよ。もうそうなったら人生楽しくって仕方がなくなってきますからね。ってわけで、その1、近い将来にワクワクするイベントを入れるでした。その2、恩返しパワーを利用する。僕がここまで来れたのも、僕自分の才能だとか自分の実力だとかなんて1ミリすらも思ったことないです。ここまで来れたのも全部周りの人たちに支えて引っ張っていただいたおかげだと思ってます。それを1秒たりとも忘れたことないんですね。ならば今僕にできることは何かって考えたら、それはもう恩返し以外にありえないんですよ。恩返しが僕の生きる最大のエネルギーだし、最強のモチベーションなんですよ。生きている間にこの世をなんとかして幸せでいっぱいにする、なんとかしてこの世を少しでもいいから良い場所にする、それが僕の完全無欠の使命だと思ってます。先輩方から受け継いだ恩恵ってあるじゃないですか。その恩恵っていう名のバトンを僕ら世代で綺麗に磨き上げて、きっちりと次世代にパスする、そんなエネルギーで毎日満たされているからこそ僕は朝起きれるわけですよ。
今朝起きれなかったけどね。そんなわけでみんなも感謝パワーとか恩返しパワー今日から意識してみてください。今笑えること、今楽しいこと、今美味しいものを食べて美味しいって言えること、今 YouTube を見れること、今命があること、今生きていること、自分が努力したから手に入れたものなんてこの世にほとんどないんですよ。日々感謝するべきポイントってもうたくさん落ちているんですよ。もう日常生活ありとあらゆる場所、ありとあらゆる時に起きているんです。その存在が見えない人は残念ながら幸せに勝ち上がることはもう到底無理だと僕は言い切ってしまいますよ。その3、人が財産です。もう僕には頼ってくださる患者さんがたくさんいらっしゃいます。そのおかげで毎日勉強もできるし、毎日練習もできます。感謝です。ついてきてくださる受講生さんたちがいます。ついてきてくださる後輩たちもいます。家族もいます。そのおかげで毎日笑顔と希望でいっぱいなんですよ。感謝します。精一杯親身になってくれる先輩方もたくさんいらっしゃるんですよ。もうおかげで感謝の気持ちが溢れてます。皆さんのおかげで僕は YouTube 配信をしてます。皆さんがコメントをくださるおかげでこうやって勇気を出して怠け者の僕が喋ることができるんです。皆さんには本当に感謝しています。おかげでもおかげで毎日楽しく生きさせてもらってます。感謝です。そう考えるとね、僕の命って僕一人のもんじゃないじゃないですか。みんなに支えられて僕がいるんですよ。だからこそ僕は毎日勇気を持って誠実に生きれるわけです。僕自身は勉強は嫌いだけれども、僕が学んでスキルアップしたら喜ぶ人が増えると、他人の幸せのために学ぶっていうイメージなんです。自分に向けたパワーって限界があるけれども、人のために生きるパワーは無限大。もうつくづくこの年になって実感してます。ってわけでどうだったでしょうか。怠け者&才能なしが勝ち上がるには方法3つ。1つ目、近い将来にワクワクするイベントを入れること。2つ目、恩返しパワーを利用すること。3つ目、人が財産。みんなもこの3つを意識して生活したら、もしかしたら人生がもっともっとワクワクするかもしれないですよ。もっともっと生き生きするかもしれないですよ。まあやるかやらないかは自己責任ですけれども、せっかくいただいた命と人生、思いクソ炸裂させませんか。というわけで今日も楽しい一日を送りましょう。また配信します。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。シドニーのセラピスト庄司でした。どうも。 PC をする時の正しい座り方、ここにはなんか一瞬で引っ込める、太ももの前が腰痛を作っていたことですね。これが骨盤の歪みだと僕は思います。肩こりは無知から始まるんですよ。その無知をなんとかして、小嘘でもなくて中嘘でもなくて大嘘です、大嘘です。これは骨盤の歪みを自分で直す方法をレクチャーさせていただきます。必ずこれやり続けていったらかっこいい体になることは間違いありません。周りがしんどい人にめちゃくちゃに有効なエクササイズだと思うんで、もうこの時点で結構胸腫れてますね。あとこれはうちの息子のペパくんです。よいよいよラジコー。よろしくお願いいたします。